カール・レンナーは、オーストリアの政治家。第一次世界大戦終了直後の共和国の初代首相と、第二次世界大戦終了直後の共和国の臨時首相、初代大統領を務めたことから、祖国の父と称されている。カール・レナーとも表記される。レンナーは、当時オーストリア・ハンガリー二重帝国領であった南部、メーレウンター・タノビッツの、 小さなブドウ農家の18番目の子供として生まれた。子供時代には大家族であったために、親からはあまり構ってはもらえなかったようであるが、姉からとても大切にされたという。やがて国内を襲った農業危機のために家が破産してますます苦しい生活を送るようになった。だが、父親は彼が優れた才能の持ち主であることに気づいたため、20歳の 時に、ウィーン大学に進学することができた。この時代から彼は労働運動に関心を持ち、家庭においては、他人と衝突するよりも協調して生きることの重要さを学び、生涯の政治信念に深く影響されることになった。彼は、大学で法律を学びながらオーストリア、社会民主党のビクトル・アドラーの指導下で、社会主義運動に関わった。 大学を卒業した1895年にウィーンにあるオーストリア国会図書館の研究助手となり民法を法制史や帝国内の民族問題についての著作を発表した。また、この年に結成されたネイチャーフレンドの創設会員の一人で同会のロゴを発案した。こうして彼は後に名優にしてライバルとなるオット・オバウアーやエム・アドラー、 アール・ヒルファーディングラと共にオーストロマルクス主義者と称される新潮流を形成することになった。特に当時深刻な問題となっていた民族問題に関して彼はハプスブルク君主国が抱える旧体以前の中央集権絶対主義的な政治システムでは諸民族の不満を抑えることは不可能であると論じ居住地域とは別個に 民族共同体を結成して、教育や文化などに関しては、民族共同体が扱って、個人は地域と民族の二つの共同体に属するべきであると唱えた。これは、オーストリア・ハンガリー二重帝国を否定しつつも、国政改革によって、諸民族が対等な権利を持つ、連邦国家、ドナウ連邦へと改組することによって、 国家体制の崩壊を避けようとするものであり、二次元連邦理論と呼ばれた。だが、当時の彼は公務員の立場にあったため、二重帝国の否定につながる。こうした論文は、ルドルフ・シュプリンガーの偽名で執筆された。1907年、オーストリア初の普通選挙が行われて、レンナーは、社会民主党の候補として、ニーダーエスターライヒ州。 ノインキル編から出馬して初当選を果たした。彼は消費者共同組合運動に参加して1911年にその全国委員長に選ばれて労働者のための銀行作りや食料供給に携わる一方をオ、オットー・バウアーと共に雑誌、闘争の編集に当たった。第一次世界大戦では当初は他の社会主義者と同様に自国の参戦を支持する。 立場を取った。だが、バウアーの反対論に説得される形で、アードラーと共に本弊することになった。また、戦後のオーストリアのあり方についても、ドナウ連邦を目指すレンナー説が、民族自決の流れと合致したアードラーによる、ドイツ系オーストリアのドイツへの合併の意見に敗れた、ため、社会民主党内は、左派が右派に代わって指導的な地位を確保した。 そして1918年第一次世界大戦の敗戦を機にひドイツ県諸民族は独立を宣言してオーストリア・ハンガリー二重帝国は崩壊した。この時期、ライバルであるキリスト教社会党には事態の急変に対応する準備ができておらず、結果的に共和制後の政権の主導権を社会民主党が取ることになり、実務に長けたレンガーが初代首相となった。 翌年、レンナー内閣は連合国と講和条約を結ぶが、この時連合国からドイツとの合併禁止を約束させられた。外務大臣であったバウアーはこの条項の断固拒否を唱えて辞表を提出した。だが、ドナウ連邦構想の復活にも依然期待していた。レンナーは不満を抱きながらも関わることはなかった。内政においては、労働。 福祉立法の充実に尽力する一方で、キリスト教社会党との連立政権を協調的に運営することに努めた。1920年には新憲法を制定して、議会制民主主義の確立に尽力した。だが、レンナーにとって不幸だったのは、党内で急速に指導的地位を確立したバウアーと、彼を支持する左派の意見対立を克服できなかったことである。 レンナーは社会主義者ではあったが、社会主義も人間の生んだものであって、その誤りはいつでも修正されなければならないと信じていた。そのため、資本主義の社会化こそが真の社会主義に到達する近道であり、民主主義のない社会主義は独裁と同じであると考えていた。対するバウアーは社会主義こそが歴史の必然であり、最終形態であって、 社会主義革命の必要性を信じていた。そんな彼にはその思想に、誤尾の可能性を認めるレンナーの思想は、原則なき実用主義と移った。この社会民主党内の亀裂は、キリスト教社会党を中心とする保守派にも、社会主義革命への疑念を生み出した。かくしてこの年10月の選挙で、キリスト教社会党が、社会民主党に代わって第一党となると、 バウアーは、共和国を、ブルジョア共和国と規定して、社会主義者と労働者が、いかなる政治的責任を負うべきではないと主張して、下野することになる。レンナーは、バウアーの指導的地位を認めつつも、その後は、政治の一線から退いた形になる。さらに、バウアーの協情的社会主義と同じくらい、協情的カトリック主義であった、イグナーツザイペルが、 キリスト教社会党政権を引き社会主義者の台頭に危機感を抱く地方のカトリック信者や農民を中心に組織された五国団が台頭してきたため、1920年以後のオーストリア政治は左右両派の対決色に彩られることになった。1930年、世界恐慌の婚位なんかで、社会民主党は過半数には満たないものの、 議会第一党の地位を確保した。翌年、レンナーは、前任議長の旧姓に伴って、国民議会議長に就任した。だが、二大政党の対立に加えて、五国団の議会進出もあって、その議会運営は、困難を極めた。内外の危機に対して、ザイペルが、社会民主党に連立を呼びかけた際も、レンナーの忠告にもかかわらず、 バウアーは逆に革命への好奇と捉えて、これを拒絶した。1933年3月、失意のうちに、レンマーが、議長の辞表を出すと、時のキリスト教社会党の首相、エンゲルベルト・ドルフースは、議会の停止を命じた。五国団はこれを機に、社会民主党の転覆を計画、社会民主党内にも、 レンガーの反対論も虚しく武力闘争を求める意見が台頭し、1934年2月、ついに政府と社会民主党は内乱状態に陥った。社会民主党は禁止されて、バウアーはチェコスロバキアに亡命して、レンガーは100日間の東国生活を味わった。失意の日々の中で引退生活に入ったレンガーはその後のオーストロファシズム。 そして、ナチスドイツとの併合といった状況を迎えていた。レンナーは、ナチスドイツによって、オーストリアが併合された際、ナチスの政治路線は批判しながらも、ドイツとの併合を容認する見解を発表した。レンナーの主張は、決して従来からのオーストリア社会民主党の、公式見解である、ドイツとの合併路線から逸脱したものではなかったが、 この状況下での発言は彼をナチスによる迫害から免れた一方で内外から疑惑の念を抱かせた。この表明は一説にはナチスによって投獄された社会民主党員の釈放と引き換えの発言だったとも言う。しかしナチスドイツによるチェコスロバキアの解体の指示に至ってはあまりに日和未主義的であるとか果ては 自分の政治的挫折と現状に対する一種の八つ当たりではないかと戦後の歴史学者に批判されるほどである。この時期のレンナーの行動は不可解なものではあったが第二次世界大戦終了まで続いた引退生活がその後の復活の大きな鍵となるのである。ウィーン市内に置かれたレンナー像。 1945年4月、オーストリアは連合国軍によって解放された。しかし、ドイツ同様オーストリアも、また、首都ウィーンをはじめとする東部は、ソビエト連邦に、チロル州とザルツブルク州を呼び、オーバーエスターライヒ州はアメリカ合衆国に、フォアールベルク州はフランスに、ケルンテン州はイギリスによって4つに、分割占領された。ソ連軍の占領下に置かれていた。 ニーダーエスターライヒ州、グログニッツに住んでいたレンナーは、ソ連軍に招かれて、新政権の樹立を要請された。レンナーは、ソ連の建国者であるレーニンやその後継者である、スターリンとは、拳猿の中であったが、政界の最長老で、オーストリアのサハ陣営では最も人望のある、指導者であり、また政治的には、かつての、オーストリア併合支持発言が、 政治的な弱点であるとも見られていた。ソ連から見れば、本格的な、親ソ連政権を樹立するまでのつなぎの、外来政権の主犯としては最適な人物であると考えられたのである。もちろん、レンナーもこうした、ソ連の思惑を知らないわけではなかったが、ナチスによる支配を経て、ドイツとの統一が幻想に過ぎないことを知った、オーストリア国民のために、彼らの受け皿となる、 新国家を樹立する必要があった。早速、ウィーンに入ったレンナーは、ドルフースによって廃止される前の最後の国民議会議長の資格で、社会民主党の後ろ身であるオーストリア社会党、キリスト教社会党の後ろ身であるオーストリア国民党、そしてソ連の支援を受けて、急速に対等してきたオーストリア共産党の代表と会談して、 三党による連合政権の樹立を計画した。4月27日、レンナーによる臨時内閣が樹立され、2日後に正式に独立宣言を行った。この政権は、社会党と国民党に、拡散、共産党と無党派に、各にずつの閣僚配分がなされ、大臣とは違う、党派出身の二人の次官が、大臣の権限を成中する方針を取った。 だが、旧キリスト教社会党の地盤であった、農村部とこの地域を占領する、ソ連以外の連合国は、レンガー政権を、ソ連の傀儡政権であると断じて、その承認を拒否した。一方、共産党は、ソ連軍の支援の下、社会党に対して、人民ブロックの結成を呼びかけて、社会党左派の中にもこれに同調する動きがあった。また、国内の行政、 経済システムは麻痺状態にあり、さらにソ連とアメリカによる冷戦の兆候はオーストリアを併合前に戻すことを目指していたレンガーにとっては深刻な問題であった。だが、生来寛容さと楽天差でレンガーはそれを必要以上に深刻には扱わない姿勢を貫いた。共産党はソ連占領軍とも社会党とも決して関係が順調ではなかったし、 内部でも内は揉めが続いていてた一方、米仏占領下の諸州と占領当局は、レンナーの政権に代わる、政権構想を持ち合わせてはいなかった。さらに、旧共和国で、左右両陣営を対立に導いた、社会党の左派と国民党のカトリック主義者は、党内からの批判を受けて、党の主流派から脱落しつつあった。9月、ウィーンに、 米英仏軍が進駐して、オーストリアの東西分割の噂が囁ささかれ出した頃、レンナーは、全国の諸州の代表を一箇所に集めて、今後のオーストリアの方針を定める、諸州会議の開催を占領4カ国と各州に提案した。彼は、米英仏に対しては、会議の成功次第では、自由な民意によって、共産党を、 政権から排除することも可能となるだろうと示唆した。一方で、保守的な州が共産主義者の排除を求めていることを知って、自己の勢力圏が脅かされることを恐れて反対する。ソ連に対しては、会議が開かれなければ、最悪他の参カ国が会議を開いて自分に代わる。新しいオーストリアの指導者を選び、オーストリアは、東西分裂状態となる可能性があると警告した。 9月24日、ウィーンで初州会議が開かれ、レンナーは議長として初州代表との粘り強い交渉を行った末に、本格的な政府の樹立についての合意を得ることに成功した。10月24日、連合国はレンナーをオーストリア政府の代表者として正式に認定し、11月25日に戦後最初の総選挙を行った。アメリカはレンナーが 単なるソ連のイエスマンではないことに気づいて、レンナーによる自由選挙の実施を支援したため、総選挙はソ連側からの表立っての妨害もなく行われた。その結果は国民党が僅差で社会党を抑えて第一党となり、共産党はソ連占領下地域の存在を考えれば予想以上の大敗北を喫した。 第一次世界大戦以前からの社会党の支持基盤の厚さが強かったこととソ連軍の占領以来の略奪行為と法外な賠償要求が国民の反感を買ったのである。首相の公認に国民党のレオポルド・フィグルが就任したこともソ連以外の連合国の交換を得た。1945年12月20日再建されたオーストリア議会は 大統領制の復活を正式に決定して、全会一致で、レンナーを初代大統領に選出した。カール・レンナーは、大統領在任中の1950年に、ウィーンで死去し、ウィーン中央墓地に埋葬された。また、この影響で1951年の、ウィーンフィル・ハーモニー還元楽団恒例の、ニューイヤーコンサートが1月14日に延期された。ありがとうございます。